今週は会話で使えるフレーズをご紹介します。今日のフレーズは、来てくださった相手の方が使う手話です。すみません、耳が聞こえないんですけど、筆談か手話でお願いできますか？こういった手話を見かけたら、筆談か手話で対応できたらいいですね。それでは、毎日動画プラス。2020年8月24日月曜日、皆さんおはようございます。そしてお誕生日の方もおめでとうございます。今日はまず皆さんがしっかり起きられたことを褒めたいと思います。ちゃんと起きられて偉い。いつもより遅く起きちゃった。大丈夫、この動画を見てくれているということはちゃんと起きているということ。偉いね。今日も一歩踏み出して頑張ろうね。それでは今日のプチ占い。今日は綺麗な海の写真や映像、音を聞くと心が落ち着いて穏やかな一日になりそうです。今日も健康に過ごせるように、手洗いとうがいをしっかりして楽しい一日にしていきましょうね。本日のスケジュールはこちら。それでは今日も一緒に頑張ろうね。